発端定山は、静岡県沼津市と伊豆の国市の境界にある標高410メートルの山である。伊豆国と駿河国との境界に位置し、西浦ら山地に属する。駿河湾の湾王に面した低山である。山徳にある手湾の内浦湾には宿泊施設が並び、伊豆、三都市パラダイスがある。南北朝時代に、畠山国区が発端定山に、 水戸城を構えたという資料が残っている。1361年に国清は弟二人と共にこの水戸城と伊豆の国市の金山城、伊豆市の修善寺城に立てこもり鎌倉久保勢と戦い翌年に降伏した。発端城山の登山道から望む内浦湾に浮かぶ淡島と富士山登山やハイキングの対象となる山で数本の登山道が開設されている。 静岡の百山の一つとして、静岡百山研究会に選定されている。山頂は北西方向が明けており、駿河湾と富士山が眺められるが、麓の海岸線は木々によって遮られ見えない。富士山までの距離は約4 2トルただし、山腹の展望台からは駿河湾大部の海岸線が一望できる。 伊豆の国市の城山や桂ツ山を含めたコースで歩くハイカーもいる。水戸からのコースは静岡県版山のグレーディング検討会により技術的難易度がランク A、体力度が1、1から10とされている。ありがとうございます。